立憲民主党の泉代表と日本維新の会の馬場代表が都内で会談し、次の衆議院選挙に向けたそれぞれの考え方について意見交換を行いました。維新さんの状況や感触というのも伺いたいと思ったし、我々はやっぱり政権目指していきますから、まあ、そこに向けてのさまざまな意見交換ですね。大事やな。今日は泉さんの方から声がかかった感じですか？そうそう、定期的にね、誰で食事してますから。泉代表は次の衆議院選での政権交代を実現するため、野党各党の幹部らと協議を行うことを表明しています。会談は3時間半にわたって行われ、両党の現状や次期衆議院選に向けたそれぞれの考え方などについて意見を交わしたということです。